今日は小芝久江さんからいただいていっぱいメッセージをね皆さんが送っていて、ちょっとなんか届いてないとかいういろんな不安な声も届いていて、い入れる範囲に入れたいと思いますが、このチャットとかをうまく使っていただいてもいいんですか、うん、はい、ではあの応援メッセージを書いた方からどんどんこちらに来ていただけたら、はい、ぜひぜひ、はい、あ、はい、はい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 、どうぞ、うん、はい、はい、小芝久江さんへ、はい、幅広い活動をしている久江さん、うん、いろいろな経験をしてきたからこその今の活動なんですね、うん、常に熱く全力で取り組む姿勢が多くの方に力を与えているんだと思いました、うん、運動を通してみんなを元気にという強い思いを、活動をこれからもサポーターとして応援していきますね、うん、ファイト、ヒューガの魚、はい、ありがとうございます。すいません、今日はピンクです。今日はピンク、花見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 、どうぞ、どうぞ、ありがとうございます。小芝さんへ、はい、ご自身のご経験をまっすぐ見つめていることと、うんうん、それをしっかり掘り下げることで、何がきっかけであったかっていうのをしっかり見つけ、出してる姿、うん、そしてそれをこう他の方へも、うん、なんて言うんでしょうね、滞留させようとしている、そういったこうまっすぐな姿がとても素敵です、うん、ありがとうございました。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。元々お友達なんですか？いえ、あのここで今、はい、嬉しい、ももいえ、ね、でもそういう風に、はい、ありがとうございます。ご縁が、ね、広がったら、はい、どうぞ。じゃ、ひさえ姉さんへ、ね、姉さん、はい、出会って二十数年でございますので、はい、あ、そうですか、間柄はお友達だよ ね、 ね姉さんって言われたんです、はい、いやブランクもずいぶんあったので、出会って二十数年、うん、体型とかその他、いろいろ変わりました、ね、でもね、あ、それこそその前のさっきのあの写真も20年前なんで、はい、本当わかります、知ってます、はい、ね、あの花ゆうも、はい、花ゆうもってことはない、あの時は、あのぐらいね、まあ、この先、まあ、10年20年、まあ、多分ずっと付き合っていくんかなと思うんですけども、うんうん、はい、まずは健康で元気で、うん、まあ、夢いっぱいありますので追っかけて叶えてください、うん、はい、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。すごい。実際でも20年前の知ってる人って今は貴重ですよ、その変化を。まあ、まあ、嵐さんもその一人なんですけどね。本当、うん、結構周りには実はいるんですよね。サルさんのでね、あのドリブラージョ花祭も出ていただいて、あの4月入ってから新潟行かれたんですよ。ですよね。まあ、そうですね。嵐新潟行きますって言って、はい、あのフェイスブックとかのね。飛び立っておりましたが、ね、元気でしょうか、はい、で、そういうじゃ知ってる人もいて驚かれるでしょ、その驚いた、うん、でもそんなもんかなって思った、いろいろ変わるから、うん、なんかあの今もラネーさんってなんかこう姉御肌な感じがしますね、うんってみんな言ってる、違うんですか、僕こうだ、姉さんとこ、いや姉さん、姉さんで呼ばれたくないもう、でも本当にいろんな方に支えられて、うん、今もいろんな運動させていただいてるんですけども、うん、本当にいろんな方との縁、ご縁で、うん、本当に今ここまで来た、来れたなと、うん、自分一人の力だったら絶対無理、はい、なことも本当にご縁、うん、まあ、こういうところでもね、うん、ちょっとしたことで出会ってそこからのご縁ですごい支えてくださってる方がたくさんいて、うん、すごいありがたいなと、ね、なんか近々こう、ね、告知であるということで言っていただいていいですよ、あ、はい、うん、現在活動している内容としては、うん、ピンクリボン金沢の、はい、あの自己委員長さん の、 あの、うん、吉野先生、うんうん、あの研修 の、 あの入選科の先生でもあるんですけども、うん、あのその方 と、たまにいろんなところに行って、うん、乳がんの、ね、早期発見の大切さ、うんうん、それとあのブレストケア、日常的にちょっと日本人の方っていうと胸を触るっていうことがなかなかないと思うので、うんうん、全身のリンパケアをしながら自分でできる ね、 ね、セルフケア、うんうん、で自分であのリンパケアを全身しながら、はい、ついでに胸も触って あの日常的に大丈夫かなっていうのを、うんうん、あの見ていこうっていうののキャンペーン、うん、あの、ね、ちょこちょこ入れさせていただいて、うん、あとは6月に、うん、メディカルヨガで、うん、あの有名な岡部先生っておいでるんですけども、うんうん、その先生にもあのこちら町屋スタジオの方に来ていただいて、うん、はい、3日間のワークショップも
開いていただく。でこれからどん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 いろんな県外の先生方がワークショップを開いてくださる予定ですので、はい、楽しみにお待ちください。なんかフル回転されてますねスケジュールどうですか本当にね子供には申し訳ないなと思うんですけどもあの主人とかあとね主人のお父さんの支えとかもあるので、はい、もう力いっぱい動いて自分の動ける限りは動いていきたい。絶対ね止まってたらそこで終わるので、一歩でもなんとか動いていきたいなと。自分自身のメンテナンスはどうしてるんですか。自分自身のメンテナンスですか、ストレッチとか。ストレッチもしていますし、皆さんの笑顔がレッスンのね一人一人に出会う皆さんの笑顔が自分の一番の活力でケアになってるかなと思ってます、はい。基本女性が多いんですかね。そうですね、基本女性が受けられてますね。ただあの中にもすごい男性のファンもいてくださって、どん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 今から増えていたらいいなと。ぜひ小松の町屋スタジオに、外から見ると町屋です看板としてはスタジオと書いてある。であの小松さんの方でね、小松市の方で、あの力貸していただいて、秋ぐらいにあのまあ、力を貸していただくというか、あのなんとかね抽選じゃないんですけど、まあ、審査があってそれを通していただくと、あの改装がさらにでき、本当に、はい、それ地域も元気にしたいとおっしゃった。では最後に告知ありましたら見たいこととか。はい、皆さん、あのちょっとしたことで人間は変われます、でまずはまず身近なことから、はい、何か一つ目標を決めて歩いていくといいんじゃないかなと思います、はい、これからも応援してます。ありがとうございます。星巻さんでした。来週で星石あきこさん、なんか星っていうお名前は今続いてるんですよ。ね、来てますよ。時代は星。ねえ、いろんなものを乗り越えていく。星というつく方、あのね、私みたいな本当の完全一般の方でも出れるので名乗りをどんどん。ねえ、ここで夢を語っていただければと思います。星原さんとかお待ちしてますよ。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週です。楽しみ。